はい。上杉謙信が来ました。第三形態ね。どうやってゲットするんだろうな。水の妖術か。なるほど。で、火が苦手なんだね。で、たたりなど悪い取り付くを使いますと。で、王海馬が弱点。必中強打が付加されているので、とても威力高い。なるほどね。加護や超加護で対策か。打ち消しで解除されない打ち消しガードも使いましょう。ということで、まあ、とりあえずバンバルヤはプリッチーだから継続するか。王海馬が弱点なんだな。どうするかな。はい、どうも、妖怪三国志国取り図、今回もやっていきます。今回ね、上杉謙信第三形態やっていきましょう。一応火が苦手で水の攻撃してきて、たたりとか必中強打をねばらまいてくるっていう感じですかね。うん。で、一応特攻なし、無課金。一応ね、まだね、ちょっと火力が足りなくて、1列目クリアってのね、やっていきたいと思います。一応ね、毎度のことなんですが、その前にね、抽選やりましょう。抽選、皆さんどうでした？だらら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 、私はスキルの羽。ドン。当選したよ。やった、おめでとうございますって言われちゃった。すごいじゃん。初当選しました。すごい。しかもあれなんだ。もらえるんだ。みんなやったよ、俺。ということで、ちょっと、いけるかもな。やった。私、初めて当選した。やっぱりあれだよ。こう、すげえ。このね、欲張らずに、欲張らずにやった甲斐があったかも。嘘でしょ。ということでやっていきましょう。で、一応ね、いや、なんか嬉しいな、初当選しちゃったよでね、困った時のくくり姫ということで、加護をね、必殺技で使える貴重な妖怪です。なんで、そうですね、必殺加護ってどうなんでしょうね。まあ、私の手持ちだとこんな感じ。まあ、S ランクとか小生か、あとは限界突破のねスキルとかもあるんだけど、あれ、加護必殺じゃないな。あ、これ取り付くだな。必殺あるね。メビナニャンでもいいんだね。メビナニャン育てて使うのもありかもしれないですね。ということで、あとね、火が苦手なんで天聖ジマニャンサンタを光栄で使います。まあ、あとちょっとね、クスネルで打ち消しガードを盗んでくれたら嬉しいな的に使ってますね、天聖ジマニャンで。あと熱気3倍の杖を使ってます。で、これは曹操とか、あとは誰だっけ、純育で落ちますかね、熱気3倍。火の杖はね、曹操とか純育かな、という感じで。あと、うすら影。そう、これね、小生光月影がバカにできなくて、このね、うすら影アップがあるので、で、これをね、もっと強化したかったんですよ。それが今、たった今当選で手に入ったんで、もしかしたら、カンストいけるかもしれないな。ちょっとやってみましょう。いや、初めて当選しました、抽選。ちょっと、お客さん。こっちもね、頑張りたいね。やったよ。こっちまだちょっとやってないんだけど。初当選。やりやした。で、あとはバフですね。バフつくよみさん。で、一応ね、ちゃんと、超クリティカルとかも一応つけて。で、コマジロはね、私のコマジロ、大好きなコマジロ。まあ、火じゃないんだけど、うすら 40% があるので、まあ、これもね、で、どんどんね、この辺の装備の火力もどんどん上がっていくと思うので、超クリティカルとかもね、どんどんドロップして、はい。で、これもね、バフさんでやっていきましょう。で、群馬神で、必須なのが、神父大教ちゃんね。これ、まあ、超召喚よりも普通の召喚で使います。これが、家具打ち消しガードがあって、これと、あと最初にね、たたりのお払いがいるので、スーシちゃんね、使ってます。スーシちゃんが、こうね、溜まった状態スタートで、最初のお払いで使わせていただいてます。本当は陽気ゲージでこっち使いたい、45% 使いたいんですけど、
まあね、最初これでやるとうまくいく。であとはね、これもちょっとゲット大変かな。打ち消しガード要因でハロウィン総称子ちゃん使ってますね。これは打ち消しガードでくくり姫のあれをします。まあ今ね、なんだっけ、イベントでこれでこの中に入ってますね、いろいろ。なんで打ち消しガード必須なので、超過去打ち消しガードは今後のイベントでもね、討伐戦は大体の感じだと。なんでまあここで神父大凶ちゃんゲットするのもありなのかなと思ったりもします。まあ私はこの無課金赤なんで、これね、はい、無課金でやらせていただいてますよ、これね。はい、そしたら行きましょう。ちょっとで、とりあえず、まあ、普段はオートでやってるんですけど、ちょっと説明のためにこれであります。で、群馬神はスースちゃんでいきます。最初ね、お祓いをしたいの で最初陽気ゲージ減少とかたたりとかしてくるんで、こいつをね、お祓いします。3秒お祓い、こいつがあるとね、良い取り付くが入んなくなるので、たたられてるとね。でお祓いでさようならと。で次はこっちにセットして、くくり姫がね、加護を打つんですけど、打ち消されると嫌なので打ち消しガード要因で貯めていきます。でセフィロスは、あ、セフィロスじゃねえや、上杉謙信は回避と陽気ゲージ、なんだっけ、なんとかガード、打ち消しガードで109まで来たら孤立が来て、それで一回神父大凶ちゃんに変チェンジします。でここからはくくりの必殺待ちで、これで陽気ゲージ減少されちゃうんだよね。でジバニアサンダー光栄で使ってます。でこれでサボりとかね、超睡眠とかいろいろ入っちゃいますね、ここでね。で陽気ゲージ、陽気ゲージで、ここでくくりがカゴ入れるんで欠かさず、これで打ち消しガード追加で、これで一応終わりです。あとは神父大凶ちゃんかクスネロ、回避をクスネたり、神父大凶ちゃんかくくりのね、カゴでこういう強打もね、回避していくって感じで、一応ねお祓いメンバーもたくさんいるので、うん、まあちょっと加護の重ね合わせとかもあるんですけど、まあ一応ね打ち消しガード補強しつつ、うん、やっていく感じですかね。でこっちの分は神父大凶ちゃんが間に合えよ、間に合って神父大凶ちゃんで家具打ち消しになると。まあ神父大凶ちゃんのターンで守るって感じなのかな。くくりは使ってるけど、でこれでまた強力な一撃クリアで、もう3周目ですね。これで一応前衛攻撃専用攻撃みたいなのがないはずなので、正直ちょっと最初のお作法はまだやんなきゃ私の場合いけないんですけど、まあ、ほとんどオートでできるんで、楽ですね。だ一番最初のこの強力な一撃、これをいかに防ぐかがポイントなんじゃないかなと思いますけどね。まあ、ちょっと新しい群馬神とかも加護ついてたりするのかちょっと全部分かってないんですけど、はい、打ち消しガードないとね打ち消されちゃうので、やっぱ神父大凶ちゃんこれで4周目か、はい、強力な一撃防いでって感じですね。であとは火力ですね、火力をどうにか上げたくて、お祓いがないとこうたたられたままだとねバフが効かないので、
まあお祓いしながらね、バフ効いてる間はね、いいダメージあるんで、まあそういう意味だと花嫁つく読みもスピーキングのお祓いがあるんでね、非常にいいんじゃないかなと思います。まあだからそういう意味だとククリは一番、これを見てると一番最初の強力な一撃をかわすため妖怪ですかね。まあでも困った時のククリ姫ということでね、はい、いいんじゃないでしょうか。ちょっとなあ、まあバフが効いてないので、本当はね転生コマさんがいたら多分行くと思うんですよね。だけど国取りでこれね、無課金サーバー化の方はサーバー2なんでね、あシルバーなんで勝たないとね500絆ゲットできないんで、なかなかゲットできないですよね。だからちょっと転生コマさんはまたかなって感じですかね。なんでちょっと5周年から始めた人はククリ持ってないと思うんですけど、はい、こんな感じでどんぐらいかなスコア。あーなんか一応ね400万はねいつも超えてんだけど、こういう時に限って、はい、あれですね。まあただまあとりあえずこんなやり方でも多分もっといいやり方あると思うんですけど、一応ね1周1列目だけでね攻略できるんで、あとはこれに火力を加え、あと100万上乗せすれば一応スコア上はいいので、まあなので最初のね強力な一撃、まあこれ陽気ゲージ減らされて、上杉謙信こっから揚力ダウンとかやってきて、そんで悪い取り付くお払いしたり打ち消しガードやったりして、これね命中ダウンもやってきて、で力アップ揚力アップして、でまた打ち消しガードして、でここでね、106で打ち消しするんですよね。だからこの前にカゴつけてたやつは、消されちゃうし、ここでね超サボり超睡眠とかね一応反射とかいろいろやってますけどやってきて、でまたバフして、そんで、まあ、このね花嫁つくよみで打ち消しガードをしといて、でさらにねここでまた打ち消しするんですよね。なのでまあ実際だからこの100残り99の後にカゴを打てればまあ OK なんですけど、たださっきのね超睡眠とか、あとここで召喚ゲージ減少されたりとか、なんか余計なこといっぱいされるんでね、あと陽気ゲージも下げられてるので、なんかなかなかこの99と95の間にカゴを打てればいいんですけど、なかなかね陽気ゲージと召喚ゲージ減らされてて、うまくタイミング合わせるっていうのは結構難しいので、まあ私はあんなやり方しましたけどね。はい、でこれで一周になるって感じですかね。はい、でまたたたりやられてって感じですかね。うん、なんでまあ私これでやってるけど、もしかしたらこのハロウィン孫翔子ちゃんと、なんだククリの、まあ、でカゴと打ち消しガードをやってっていう作戦もあると思うんですけど、はい、まあちょっとね私はまあこれが一番なんつうの、最初だけやっとけばあとオートでやれるのでこれにしてますね。あとはちょっとね本当は冬には転生ジバニャンサンタなんか本当は使いたくないんで、本当はね、まあ、クスネルがちょっと気に入ってるけど、うん、あと氷属性耐性アップもあんまり意味ないんでね。なんで、まあ、うっすら不気味50があるんであれですけど、まあ、正直本当は転生コマさん孫作いたら多分カンストいくんじゃないかなと思ってます。なので、まあ、ちょっとねどうしようかな。本当はプリポカの人材ジバニャンとかでいいのかな。ジバニャンもね無属性なんで、うん、普通に大覇王コマさんでいいのかな。これ風なんだけどね、はい、なんか大覇王コマさんでいいような気もするんですが、まあせっかく揚力でいくとね一応なんか
うん、あんまり高くないんだよね、当たり前だけど。あ、小生駒さんいた。こいつでもいいのかな。あ、でも必殺火じゃないんだよね。なんでちょっと、そうなんだね、プリポカ火がね意外に人材不足なんで、正直ね今の国取りの転生駒さんには非常に期待しておりまして、そう、妖力がそうナンバーワンだったから、そう、前衛妖怪だけどジバニャンサンタ使ったんだ。はい、そんな感じでやっております。ちょっと大当たりのおかげで火力上がったはずなのに400、500万ダメージいかなかったんで、まあもうちょっとね、もう 10% 継承して、あとはねちょっとメンバー考えながらやりたいと思います。一応紳士ちゃんとかね睡眠対策できてたりするので、はい、紳士ちゃんもたたり打ち消しとかもあるんでね、紳士ちゃんもおすすめかな。はい、そんな感じでございます。まあちょっとね神父大輝ちゃんとハロウィン総将校ちゃんねフェス群マシンなんで、ちょっとね先生あれなんですけど、ククリはでもね何か3凸してて、本当は4凸したいなと思ってんだけどね、困った時にやっぱりまた活躍してくれたなって感じで、はい、まあこれはククリはねアイスコアチャレンジがあったらゲットできるチャンスってまた来ると思うんでね、こういう強い妖怪は、強い妖怪とか役に立つ妖怪は結構ね復刻すごいしてくれるので、妖怪三国志はね、なんでそんな感じでございます。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、抽選が当たりました。無力の勝利かもしれません。こっちの方もね、ちょっと考えたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。いやー、地味に当たったぜ。どうしよう。150名だ。